でこさんこんにちは自社パブリッシングをするタイミングというのはどのぐらいの経験や知名度などが得られた時に行うのが良いのでしょうかサイバーコネクト2は確かに会社設立から20年自社パブリッシングをやりましょうって,言って始めましたけども会社の知名度が上がったからとかっていうことでは正直あんまなくてあもちろんそれが要素的にゼロとは言わないですけどもどちらかというと世のの中ががそういうういいいここととをやりやりすすくなったったていうことの方が大きいですよパッケージ販売とデジタル販売のね売り上げ比率。 っていうものが、まあええはね、パッケージが9でデジタルはもう1みたいな状態でしたけどそれが82736455みたいな感じでデジタルの方が、まあ、特に北米市場なんかは売り上げ的にはやっぱ大きくなったのでだったらこれからそれももっと加速するだろうし、まあ、デジタル販売であれば我々が日本にいながらも世界中で販売することができますのでコストと労力に見合ったねあの売り上げのバランスになるだろうなと思ってそれで始めたって感じですね。会社の知名度 なんかがある一定以上あると売りやすいっていうのはもちろんあると思います。認知がなくても面白くて売れるものはちゃんと結果を出せますし、そうじゃないのはやっぱまず作品ありきですよ。そこにちゃんとパワーがあれば正直周りもほっとかないです。そういうタイトルをしっかりと作っていくっていうことの方がまず一番でありまあ。全体理由と。私はもう8割9割大事なことかなと。それがまず成立していること。そして。 そその外ボギはそのの外は次なのかなかと思いますのでどれぐらいがいいんですかって言われるといや今でしょ、今やるべきことは今やったほうがいいです。市場と自分たちのやれることやりたいことっうのを見つめて自分で決めて動き出すといいと思います。今すぐやりましょう